スノーマン佐久間大介のラジオ、マテムリに盟友大石正義がゲスト出演。アニソンシンガーの大石正義さんが、ラジオ番組スノーマン佐久間大介の待って、無理、しんどい、マテムリにゲスト出演する。アイドルグループ、スノーマンの佐久間大介さんが司会を務める文化放送の番組。大石正義さんは、6月1日、土曜日20時からの回に登場。出演するのは1年半ぶり2回目となる。リアルオタ友達の大石正義と佐久間大介。マテムリはアニメ声優オタクで知られる佐久間大介さんが、自分の好きなアニメやゲームの話題など、あらゆるオタクな一面を披露する番組。大石正義さんは以前にも、2022年10月15日の回に出演し、佐久間大介さんとのリアルオタ友達としての進行を披露。その際は、佐久間大介さんからのアニソンシンガー、シンガーソングライターとして大切にしていることは、などの質問に答えていた、&NBSP、その際には、最初からわかっていましたが、全然時間が足りませんでした。おしゃべりが止まらないと振り返っていた大石正義さん。待望の2回目の実現につながった。SNS から親しげな様子が伺える2人の共演。以降も X では、お互いがお互いについて言及。大石正義さんはスノーマン初の全国ドームツアースノーマンファーストドームツアー2023アイドミーへ参加。一方の佐久間大介さんは、大石正義さんのワンマンライブ、大石武道館へ参加した様子を投稿するなど、親密な様子が伺える。今回のラジオ出演ではどのようなトークが披露されるのか？どちらのファンにとっても楽しみなものとなりそうだ。